はい。えー、こんにちは、ジャンです。今回は、えー、英語の詩を片後にね、おきいを挑戦していくシリーズでやっていこうと思います。ということで、えー、前回までで、えー、3詩曲ね、3連敗しちゃったんで、また4試でね、ちょっとやっていこうと思います。ということで、ね、よろしくお願いします。さて、お願いします。お願いします。さあ、かかってくる、ま、あ、一旦受けて、開く、 そうねえ。まあ、詰めて打ってみるか。つけてきた。え、これは隅から押さえて。えー、片継ぎで打ちましょう。まあ、開くぐらいかな。そうねー これでちょっと高く打ち込んでみるか、もしくは、えー、コスミつけて、角に入っていくようなのもあるのかないやーどうだろうね。ちょ、一回押してみたい気もするけどね。でもなんか押すと手抜いていきそうな気配もあるんだよな、四四曲だと。あとは詰めるか。上辺も詰めてみる。 は、えー、ないわけではないだろうけど、どうだろうね。ちょっと上辺今回詰めてみようか。守る。なるほどね。ま、ちょっとあれか、詰めた石と、えー、右上の星とのバランスで言うとどこに閉まるんだっつ話になってるか。 まあ打ち込まれるとね嫌なのは嫌なんだけどなんか飛ぶのもね三々入られてなんか甘そうだし、えー、かといって小ゲーマには締まりにくい大ゲーマーもなんかちょっと違う気がするんだよなでも二件もなんかな二 <laughs> 件もなんかなーって感じだよなまあちょっと今回は大ゲーマで締まってみますか ま、二軒に開いてみるともう言うかもしれんけど。あ,あ、上から効かすんだね。うん、こうなった時に、なんか効かされた格好がね、ちょっと狭い。二軒がね、狭そうだな、ということで、ちょっと受け方が難しそうなんだよな。コスミつけるより三線にコスむか。でもそうすると角に来るわけでしょあ、ってなった時になんか二軒の開きがね、ちょっと いまいちかなと思ってしまうんだよないっそ並ぶか並ぶのはでもなんかあんまり隅がな守れてないような気もしちゃうんだよな、まあ、やっぱコスミつけるぐらいか多分つけてくるでしょうあつけてこないこれは、まあこっちから抑えよっかで、えー、伸びまで打って滑った時に これさ、右上膨らむのってなんか手厚いようでいて、なんか、効かした石にこだわってるだけになっちゃうのかないや、でも、あー、いや、なんか、なんか凝りが立ちにされるだけな気もしてるな。どうしようかな。 いや、いっそ左下守っとく方が冷静かこ,こうなると。コスミつけて打ち込んでいくというか角に入るとか、えそういう感じよりは、えー、一旦一見に飛び下がるような感じで守って、相手も守ってくるんだったら右辺に回ろうとか、そういう感じの方がいいような気がしてきたな。一旦ちょっと、えー、左下隅飛び下がってみましょうか。うーん、右辺に割ってくる。なるほど。 まあちょっと三種の方から詰めてみましょうか、今回は。で、多分つけてくる。これね、今の割り打ちと詰めを変わってると外から押さえる手がどうなんだ、みたいな。とこはあるんだよなまあ外から押さえたい気がするけどね。なんか、隅から押さえると、えー、跳ねられても引かれてもなんか、 すげえ聞かされそうな気がするので、ちょっと外から押さえてみたい気はしてるんだけど、まあ、霧にピン継ぎで、そこでなんかあるのかなっていうのがちょっとわかんないよね。まあ、とりあえず外から押さえてみよう。多分切り違えてくるから、これ引くのとかだとね、ちょっと辛そうだもんね。まあ、やっぱ次だよなぁ。まあ、次ですね。あ、当ててくる。 当てて抑え込んでくる当てさてててえ込んできたあれこれまずいのいや曲げて曲げて大丈夫じゃないの切った方がいいむしろ切って当てて這う押さえる。 ん切って当てて、段バネねて。いや <laughs> え、これどうなってんの切って当てて、跳ねて跳ねて、切りに。あ、でもまずいのか。あれおかしかったか。ちょっと一回曲げてみよう。 伸びるよね伸びるんだねそっかこれ絞ってもダメなんだねとられちゃったじゃんあれそうかやっちゃったな <laughs> いや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 、こういうのやると4子でも全然ダメになるからね。やっちゃったな。あれーまずいね。<laughs> どうしよう。 一回羽だけ打っといて一回羽だけ打っといてもうここは触らないでいやーでもなんか打ち込みに回るのも変かこっちからちょっといじってみる、まあ、下から受けられて何ともないですよっていう話かもしれんけど。 あーいや、おかしかったのか、今のは <laughs>。ちょっとなんかひどいね。ちょっとなんかひどいね。いやー。これは、まずかったな。 まあでもやっちゃったらなんかできるのかやっちゃった手前こうするしかないような気もするんだけど、あんまりうまくいかないような気もしてるんだよね。や <laughs> っちゃった以上ちょっと動くけどさ。跳ね出されてダメだったらこすんでる方がいい。まあでも出切りが露骨にあるように、ああでもまあまあこすむか。 ちょっとやっちゃった以上こうするけど、あまりいい気はしないね。そうか。これはかけつぐとかよりは出て飛ぶのがいいのかな。出て飛んでも形崩れてんだよな。 ちょっとひどいことになってる。だよね。抑えても霧が入ったときに抱えらんないんじゃ、えー、ちょっとこっちを切るようなことをするしかないが、跳ねてくる。よくないね。あ、しょうがない。ここついで受けましょう。 これは二目逃げ、逃げ出してくるのか。この時点では主張は、えーと、りあえず良いのか。まあ、ただ、押しが効くから、主張がどうとかっていう話じゃなくなってるような気もするんだけど。伸びますか、一回。いや、でも、まずいのかいや、まあまあまあ、伸びましょう。これ、隅さ、あー。<laughs> いやー、押さえるとそうか、押さえると当てて、跳ねて、押さえると当ててなんかしてくんのそういうわけじゃないのいや、これそっち押さえないでこっちか。でも切るのも変じゃないかいや、なんかおかしいな、ちょっと。あー、そうだよね。 で、一旦隅でちゃんと押さえるか。ええー、と、そこで収まりに来てるそこで収まりに来てる飛ぶ中央、うーん。いや、はっきり目与えない方がいいか。ちょっと押さえてると。あ、ついできた。 えー、そうなのか3目しっかりとっておくのといやーでも3目しっかりとっとくのかそうねーいやー ダメそうだな、まあ、ちょっと、えー、ここは辺をどうこうするよりは中央って感じでおっとちょっと味を良くしてきたねまあこれはでも一回叩きたいか跳ねておいてまあ切りは1本入るけどああ切りは1本入れない単に伸びる。 そっかー、これも押しとかないとあれなのかなでも狭いとこでごちゃごちゃやっててもなーっていう感じもするんだよなー下辺抑えて打ついやーまあこれ羽根ツぎがええー、効くっちゃ効くからいろいろ手厚い感じにはなるけど。 手堅く守ってきたね。なんか、それで十分な感じなのか、白は。十分な感じかもしんないね。右上で保存してるからなぁ。えー。どう広げていいかが全然わからん。 この辺うわ。めっちゃグイグイ入ってくる。マジか。のぞきとか出切り、ちょっと気持ち悪いのぞきだけ打って、中央桂馬しよっか。う <laughs> ええ、ま、あしょうがない。これは一旦ポン抜かれるわけにもいかんから、次ましょう。あー、でも、ほっとくんだ。そうか、ちょっと待って、ごめん。今、えー、唾を吹こうとした。<laughs> えーっとね、これ、まあ、押すか。跳ねてくる。まあ、ちょっとかけるしかないけど、これだと形緩んじゃうから、抑え込む感じがね。そうだよねー。 あっさり収まってしまうのか。ちょっとこうなるとこっちも緩めて桂馬ってやるとなんかいろいろ薄そうだから一回押すか。でもなんか簡単にそこで収まりそうだよね。うっと出てくる。出てから飛び。ちょっとあれだな。膨らまれんのも嫌だけど。 桂馬なの伸びだとちょっと遅いよな。伸びだと、なんか覗き決められて <laughs>、軽やかに出てこられそうな気がするんだよな。かけるような手を打てればいいけど、ちょっとダメそうだよね。桂馬か。まあ、あ桂馬でも、そこ切り入って、いやー、そうか。 出切りの味があるか。出切りの味がある。ちょっとそいで、えー、出切りにならないようにしとこう。結局出てくる。ま、繋いだら、こっちも繋ぐぐらいなんじゃないのか、これは。変に跳ねたりしない方がいいよな、きっと。ま、ちょっと次ですね。で、そうだよね。覗きが入ってなんか軽やかに出てこられそうだね。飛びぐらいあ、無視する。マジか。 マジちょ、一応封鎖しよう。一応封鎖しよう。そうね。ま、あ開かれて、問題なく収まっちゃってるか。そこで生きられると黒字どこだよって話になってるからな。まあ、でも白地もめちゃめちゃあるかっていうと、ま、あ右上 <laughs>。 いや、めちゃめちゃあるか、白地は。ちょ、跳ね継ぎだけ打ちましょうか、とりあえず。多分、先手うん。しょうがないか、ちょっとここを広げ気味に。行ってみますか。 それは、あ、でも切られるか、膨らんで。ちょっとかけ、外からかけておくぐらいぶつかられる。これもなんかひ、押さえるとあれか、跳ねて、膨らんで切るみたいな。まあでも緩めてもあんまりだよな。いや、でも緩める方が少しはマシか。で、えー、つけてくる。 跳ね出すと破られちゃうし、抑えても、まずいか抑えても切られると、ちょっと怪しい気がするないや、全然 <laughs>、全然まずいな、これ <laughs>。あー。 いや、まあでも押さえて切ってきたらあれか。参戦から当てってぶつかるような手で一応、セーフほんとか <laughs> まあでも押さえたら多分切ってこないな、これ。引くでしょう。うーん。どっちしょ、これで切り残ってるから。まあ、目いっぱい、やるならこうか。 伸びてくるか。ああちょっと切り入れて。切り入れて並びぐらいが一応目いっぱい囲ってるって言えるのかなよくない気がするけどね。まあ切ったら引いてね。ああまあ当てて当てて当てて。当てて うか当ててハうのかやめたまあこれは一応受けておきましょううんまあこれも継ぐ羽次羽根継ぎ打たれて。 そうですかで下がられるとちょっとダメそうだよね <laughs> 一回ここは継ぐのあツぐんだよねのぞいてこすんでもダメか。 席きにはなるかぐらいの感じかいやーちょこっち押すか伸びてくるいやあ あちょっと抱えとくぐらいな気がするんだけど、ただそうだよね。そこもね、なんかつけてピンつぐのでかいのかなと思ってたけど、やっぱりちょっとでかいね。2000の寄せの方が、急がれる場面だったか。で、隅手抜けなそうな雰囲気あるからな、これ。地合どうなの実際。白。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2三3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9、えー、2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3十4 0 4 0 4 0 4 3 4四4十4三4 3 4十4三4 0 4 0 4 0 4四4 0 4 0 4 0 4 0 4十4 0 4 0 4十4 0 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 5 5 5 5 5 5いやー、中央のもやっとしたとこについたとても、ついたとて悪いか。 ちょっとダメそうだね、これ。いや、あまりにもなんか序盤の出来が悪すぎたなこれは <laughs>、これは潔く投げた方がいい気がするというか、えー、ちょっと中央、黒から囲いに行ってどうかぐらいな感じがするんだけど、左下隅手抜けなそうなので、ちょっとこれは厳しそうですかね。うん。投げましょう。 ありがとうございました。うしたそうだよね。まあちょっと間も手抜けないよね。そう、中央ね、ちょっと囲いに桂馬ぐらい打った方が地合いとしては細かいような気もするんだけど、手抜くとなんか死にそうなので、まあ手抜けないんだよね。そうだよね。いや、だから、あれでもこの時点では何黒いいの 破壊がダメか、グイグー押してけって言ってんのか。はー。いや、でもこれあれか。ほとんど盤面勝負なのか。こっから寄せ間違いないは無理だからな、きっと。<laughs> そうですか。そうね、ちょっとこれは。 序盤の出来が悪すぎたな <laughs> まあ、右辺が素直にでかいかここもななんかよく <laughs>、よく読みもせずにというか、そっかそこに石あるとダメだったか いやー、ちょっと今回のは、めちゃめちゃ出来悪かった。うわー乗せたくねーと思いつつ、まあしょうがないね。はい、えー、ということで、今回は、えー、これで終わりにしようと思います。ちょっとね、4子で、えー、やられちゃいましたが、えー、次はね、もうちょっと、しっかり頑張って打とうと思うので、よろしくお願いします。ということで、ね、今回はこれで終わります。ありがとうございました。 uh